おはようございます。おはようございます。もう動画撮ってます。お疲れ様です。おはようございます。なんか動画の評判、はい、いいみたいですよ。でもなんか僕のやつ1個天使動画天使みたいと評判いい。おあ、嬉しそう嬉しそう。なんでありがとうございますなんですか。なんだろうこの文化。あ、まただ今日はね、はい、まあ、また中川区頑張りましたけど、はい、今日は僕が何しに聞きたかというと、はい、なんとですね、名前なんだ、ちょっと立って、江藤だったらお前来るぞ。中田君、はい、なんと、はい、まあ、あることの第一号なんですよ。ほうね、あることの一号だね。めっちゃ嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。あることの第一号、ね、もう昔からしてたんだけどね。結構前からちょっと前からうちのことはしてたんだけど、何というと、地元はどこだったっけ。鹿児島です。お、鹿児島といえば、鹿児島といえば桜島。違う違う、そうなんですか。鹿児島って言ってもまあ俺あの頭悪いでいかんけど、鹿児島なんだって言ったけど、地図のどこかわかんない。上か下かもわかんない。下、九州。あ、もう下です。九州だよね。一番左、九州より下。いや九州の九州の下ですね。あれ、九州地方の一番下。九州県じゃないか。ないっすね。あ、そういうこと。九州の一番都会は福島か。あ、福島より福岡じゃない。福岡か。あ、そうです。いや、ですよ。今一瞬考えた。九州地方だよね、あの地図の。そうそうそう。本州と四国地方と九州地方の中の、はい、一番下。本当下の。下、まあ、これ多分テロップかなんか絵が出てる。ここだって多分そのパンク。ちなみに俺九州から来たんですけど、はい、なんと YouTube 見て。お、マジっすか。うちの YouTube 見て面接ね。やば、突然電話かかってきて、まあ一年復帰しましたと。ちょっと勇気出して電話してるんですけど、で、面接なんとテレビ電話だったね。最初の日に。いや、もう iPhone でテレビ電話しよっかって面接してね。すごい。で、まあ、急遽決まって、まあ、そこから2、3週間か。2週間もかかってないですね。かかってないか。で、部屋段取り組んで、来たんだね。来て。すごい。で、まあ、2日目、今日。今日、いや、初日です。初日表紙に現場初日です。初日ですってなんか記念じゃないですか。で、YouTube から第1号。採用、第1号。すげえ。仕事はどう。お真面目に。真面目ってやつが一番好きじゃないか。ってことは、褒めるとこがないと思う。いや、まだダメです。ダメです。あ、そう。一生懸命ですね。第2号、第3号、これね、あのお待ちしてますんで。すごい。ちなみに、ま、第2号も来てるでしょ。そうですね、第2号は茨城か埼玉でしたっけ。茨城か埼玉。すごい、はい、でそれをなり連絡やりとりしてるの。そうですね。あ、そう。今10年経験あるみたいな。おお。何年経験。2年ぐらいです。2年ぐらいか。まあまあいいんじゃない。まあまあ長いからどうってことないからね。うん、まあね、ちなみにまあ塗装だけじゃなくて、まあ、足場はねちょっと欲しいな。うん、足場と塗装はやっぱ人全然足りてないんで募集中という。募集、うん、中。来てくれたらね、面白いやつだったら。すまんないんだ、こんなに。もう十分パンチありますよ。レベルが十分パンチありますよ。レベルが何歳。23になります。若っ。若いよ、23だよね。マジっすか。で、あ、名前だけもう一回一発。あ、まあ、あ、一応 YouTube これからもあんまり名前出してかんとこうかって言ってるから、 SNS で調べられるって嫌じゃん。でもさっき言っちゃいましたよ。なんかそれビーってやつ。ピー入れるんだ。だから YouTube 第1号か。 YouTube 第1号で、ね、なんちゅう、あだ名何。YouTuber。 違う職業違います。それに憧れながら週一歩とか甘い。もう鹿児島くんになっちゃいます。もう一番もう。そうそう。じゃあちょっと仕事でも見させてもらおうか。お、社長自らの。いや俺は見ても分かんない。でどうですか、大橋。じゃあちょっと何やらしてるの。今ローラー使い終わってもったいないんで、うん、もう一回洗ってます。あ、そういうこと。はい。ちょっと洗い方見たら大体分かる。そうですね。ちょっと洗ってみようか。じゃあ。お、見てるわ。嬉しいな。洗い方見たらね、大体分かるね。はい。道具をいかに大事にしてるか。はい、いかに大事にしてるか。錆びたところでじゃあローラー綺麗に洗って。そうですね、やろうかと。あいつ黙々とやると、ちょっとこっち取ってくれ。いやいや、見ないんですか。見ないですか。見るとか言ったけど、動画で見ようかなと思って。そういうこと。地味な作業を見とくのはもう楽しくない。そうですね。要はその、ね、向こうでも洗うの。
九州だと暑いもんで、九州でね、こっち寒いんじゃない？こっち結構気温が違くて、向こうの方がまだ暑いですね。そうだよな、まだこっちちょっと肌寒いな。そうだよな、風邪ひくのは暖かい学校だけしてな。でもこの優しさ塗装のいやいや違う違う、休まるから俺金儲けでいいから。働けと働かんとか俺たち塗ってなんぼだから。でも問題がやっぱ違うんですよね。こっちだと雨とか風が、まあ、基本的な問題じゃないですか。今日聞いてたら、なんと外壁塗った後に火山灰が作ってきて、あれね、強くなるでいいんじゃん。強くなんない。もう上塗り塗って、火山灰塗料とか作れてる。そうお客さんがもう見てて、たまたま見てて火山灰も多分心配して出てきて、案の定そのクリーム色の外壁についちゃって、うん、もう黒に目立つって言って、でもそれでもう一回塗り直して、うわ一回ちょっと洗浄機で全部きれいにして、でもようあるの火山灰、そうずっと何え火山が噴火してるの、噴火して桜島、桜島ですね、桜島のが噴火して、もう家風向きが鹿児島市内の方だったんで、それも全部ついて、片面だけすごいもうついて、裏はつかないですけど、3面がもうついて、もそれ最初も洗浄機でもう一回流してブロワーで飛ばしてるみたいな。そんな大変なの、やっぱそういうことね。だけどそのいい話全部カットだよ。喋っちゃいました。めちゃくちゃいい話だったけど全部カット。だいたいこの番組いい話するとカットなんだよ。悪いところだけ使わない。悪いところだけしか使わない。もうこれからもう編集とかの企画っていうか、その動画のカット割りはモリリン担当だから。あ、モリリンです。いやでも使いますけど。だけどモリリンさっき俺ちょっと、あの階段のあの足場でさ、俺が上登ったもんね。先にちょっとカメラ持ったらって映した。映した。おじいキャラみたいな。おじいキャラみたいな。なんでだよ、天からの所なんでおじいキャラになっちゃったんだちょっとびっくりしたんですよ。ちょっと撮るなよ、お願いしてくれて。ね、面白かったね。あれ多分カットされちゃうんだろうな。いや、あれは使いますね。喋っていかないの、俺本当に使ってもらえない。使わないからね。つなぎがあるんだね。これ俺いいや、ちょっと多分これ映像がちょっと早いと思う。その映像が多分今流れてる。俺の声の後ろでこれ流れてる。やめてください。やめてください。いやでも彼もなかなかのキャラクターですね。キャラ、いやいいね。面白そうだね。ちょっとなんか、ね、あのニックネームが欲しいですね。ニックネームどうする？何がいい？桜島？噴火？火山灰。ちょっと鹿児島県民に。今日なんか変なディスり方になった。鹿児島が炎上する。いや、うまいこと。うまいこと言っちゃった。この鹿児島やろうとか言ったらやばいな。大噴火。でも鹿児島のところ見てくれるといいな。嬉しいな。そうですね。もうああそういうの、ああでも夢あるじゃん。なんかでもそういうのあるじゃん。なんか電話言ってたよ。なんか。いい機会だなって言って、なんかその街に出たいっていうか、あそうです、自分の場合その県外に出たことなくて、それで言うよねそれ、出たことなくて、もそのこっちの、そのここの会社がまず愛知県にあるっていうのをまず知らなくて、ただもう求人のあれでちょっと電話したっていうのがあって、それでもう名古屋だったんで、でも一応もう自分の、あそういうこと、 YouTube 見て求人になってたから、そうですね、どっかよくわかんないけど電話してくれたら最初して出たら愛知県だって、何もいいだろ、YouTube 全国でこれ USA だと思ってたもん、英語日本語喋ってるけど、俺ジャパニーズって言われて、あゆジャパニーズって言われて、俺がアメリカで勉強やったらどうすんだお前、カーブフロムアメリカとかで俺言っとったらアウトだぞ、やばい、アウトだ、もう見てなかったんだ愛知県とか分からなくて、まあでもなんかどっかに近くにあるんかなみたいな感じ で最初そのノリで電話して、で後から調べたら愛知県で、愛知県って名古屋、あやばいなと思って。でも昨日数名あったんですよ、顔合わせみたいな感じで、あの人 YouTube の、あの人 YouTube の足場班の人ですよ、あの人シール班の人ですよ、YouTube 基準めっちゃ見てる、全部見てるんですよね。そう、ね、もう嬉しいな、嬉しいですね、まあ、採用決まったで余計っていうのもあるか、ちょっとね、もうちょっと見直して、そうだね結構ね、外から見てたら面白いなと思ってた、そうだね、まあ、まずその
あの養生とかいろいろその塗装に関する勉強で最初見たのがきっかけで、それで見ていってその面白い会社とかも第一印象で思って、そこから職人さんがいろいろ出てくる。勉強にしないね。でなんかちょっと俺もこの格好でさ今それ今俺さその話入れない俺なんかこれこれマジでかなみたいな。社長です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 自分も笑い込まずいでしょ俺今この格好で、はい、そうかとか言って言っとったけどめちゃくちゃ真面目だ、まあ、みんなはね、あ、なんかこういう養生の仕方あるんだとか、そうです、ね、見てんのに俺この格好でこんなもん持って神聖な現場に来てピコハンマーで終わってんな俺視聴者変わっちゃうな。それは手なしに任せてくれね。だけどあの養生のバーンってやつあるじゃん。あれいかんやろ。あれはいかんすね。あれやろ。その動画見て、あ、やり方教え、あ、その見て、その興味で見てたらパンってされて出来上がって、うん、あれってなったよな。あれはいや、それであれやってふざけといての見せるんだったらよかったよな。そうですね。そうそうそう、じゃふざけは入れといてのなんかモヤモヤってなんかピーッとかちょっと僕とあの堀井の間では絶対受けるわ。ちょっとここら辺全部カットだけど。なるほど。ここでちょっとまたポイント稼いでちょっと。今頭の中あったでしょ。俺これ見直されるからこの動画。考えながら。そう。みんな結構な何じゃないけどね、別に具合とかもないけどこれ YouTube で。でみんなやっぱ競ってくれてるよね。そうですね。あいつだけ一生懸命やっとんのに。お前自分掃除してんの？金なんねえだろ。終わりが見えない。どう？合格？はい。合格っすね。お。つまんな。火山灰がちょっとこうついてる。それちょっとまずい。ちょっと鹿児島から。これちょっとまずいよ。これはやばいっすよこれ。ほら、やばい。それってさっきのこと今どういうこと？あ、どういうこと？あ、もうこれ面白いことしないとちょっと取り返しつかないっすよ。面白い。面白いこと。面白いことしない。ちょっと取り返し。無茶ぶりだよ。面白いこと。だってこれまずいでしょ。これ九州に。あ、まずいでしょ。大レベルで。会社。やばい。ホームページでちょっと書かなかった。大レベル。なあ、これ YouTube じゃん。やっぱこれ。怖い。これ今のまずい。これやばい。これはやばい。YouTube で。え、ちょっと待ってください。これやばい。ちなみにさっきの公式ホームページでちゃんと謝罪しないと。まずいぐらいのね。ちなみにあのさっきのやつはカットですか？え、何ですか？さっきの社長のあの。やつもどうせ P とか入るんですよね、大人の力で。どうせ大人の力で。まあ大人すもんね。大人の力っていうか僕の感じなんですけど。いやいや、日本にはまだカースト制度ありますから。カースト制度。カースト制度じゃない。カースト制度じゃない。もう奴隷制度。カースト制度ってなり。あのインドのやつ。そうそう。ああそういうこと、ね。あの社長が一番上なんで、まあ、うまいことそうなんですよ。できてるんですよ。当然。はい、俺ゴマスター中級だけど。のみに誘っても来ないやつマジ嫌い。じゃのみ結構みんなのみに行くから。まあまずローラーの掃除。ででん第一ね。はい、第二どこ見るの？ユーチューバーの装飾に。